デビッド・シアラーは、ニュージーランドの元政治家、人道活動家、国際連合職員。第13代ニュージーランド労働党党首党を経て、国際連合事務総長特別代表、国際連合南スーダン派遣団長、オークランド生まれ。パパトエトエハイスクール卒業後、オークランド大学で理学士、カンタベリー大学で理学修士号を取得。 クライストチャーチ教育大学教育学ディプロマコースを修了し、教員資格を取得。1983年から1987年まで、マッセイハイスクール、オネフンガハイスクールに理科教師として勤務する。教職を離れ、イ縫い信託基金の契約コンサルタントとして、環境問題、マオリ問題を担当する。この頃より、 マオリ社会とその問題について深く探求するようになる。32歳の時にセーブ・ザ・チルドレン、国際危機グループの活動に参加。人道活動をはじめスーダン、ソマリアの難民キャンプで活動する。1992年、ニュージーランド・ヘラルド氏が選ぶ、ニュージーランド人、オブ・ザ・イヤーに選出される。1九9三年、ソマリアでの人道支援活動に対して、 大英帝国勲章が授与される。1995年から国連人道調整担当上席顧問に任命され、南レバノンに派遣される。1999年に国連ルワンダ人、同副調整官としてルワンダ、国連人道調整担当上席顧問としてアルバニア、国連ベオグラード人道調整官としてされ、ベオグラードへ派遣される。その他に、コソボ、 今後民主共和国で人道支援活動を行う。2000年に国連職を離れ、2002年までニュージーランドが以降、通商証顧問の補佐役に就任。2002年に国連の活動に復帰し、国連アフガニスタン支援ミッションに参加。2003年に国連エルサレム人道調整官としてエルサレムへ派遣され、2006年に国連レバノン人道調整官として、 レバノンへ派遣される。2007年に、イラク担当国際連合事務総長特別代表、国連上中人道調整官として、イラクへ派遣される。2009年5月、ニュージーランドへ帰国し、ヘレン・クラークの辞職に伴い行われた、議会補欠選挙に出馬し初当選。1999年と2002年の総選挙に、労働党から出馬したが、 二度の落選を経験している。労働党所属議員としては、高等教育、科学技術担当報道官を務めた。2011年12月13日、労働党議員総会を経て、フィルゴフの公認として労働党党首に就任。しかし、国際的な知名度とは裏腹に国内での知名度は、低く、党内支持基盤の低さから労働党支持率は、伸び悩み。 2014年の総選挙を前に臨時議員総会を開き、2013年8月22日に党首を辞任した。後任にはデイビッド・カンリフが就任。党首辞任後は労働党、外交問題担当報道官兼エネルギー資源、問題担当報道官に就任した。2016年12月8日に政界からの引退を発表。人道活動に復帰し、 同年12月13日に、反気分国連事務総長に、国際連合事務総長特別代表、国連南スーダン派遣団長に任命された、ギリシャ系の地を引く妻アヌーシュカとの間に一難一助。ありがとうございます。